はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリダイブ始めていきましょう。今ルナの塔をやってます。あ、これボスキャラだったっけ。強いなこのパーティー。一人死んだ。どんどん階を上に上がってますね、ルナの塔。ああどうか、さすがに生存者3人か。消しすぎました。かっこいいミシン。ストーリーってなんだ。ルナの塔にもストーリーがあるのか。まあ、今回イベントなんで後でルナの塔はやるとして、調子いいですね。あ、そう、でも死んだ。大悪党の時代だ。さあ、どんどん上がっていきます。ちなみに1日1回全キャラ回復させないんで、なくなったら使いましょう。はい、死んだ。3人。あ、やばい。あ、全滅だ。失敗です。これで総入れ替えですね。続けざるが。どんどん死んでいくし。無理でしょう。レベル制限があるんだ。一定のレベル以上の人間は戦えない。ダメだ、一瞬で会えた。刺された。ちょっとここ紫女硬い。パンチャンチナイス。
あの人誰だ。なんか突然、あ、これで5体しか残らなくなった。5体。全然減らないやん。これ強い。回復してる？もしかして、もし、はい、あの、サボテンみたいなやつ。これ再度挑戦しましょう。サボテン早くやった方がいいかもね。あ、サボテンやった？焼いてない。サボテン、サボテン倒した。ようやくクリアです。順調ですね、ここまでは。これが明日を切り開く力だ。さあ、そして50回達しました。突然です。いや、全然削れない。何聞いてない？なんで聞いてないんだ？ちょっと落とそう。あ、あいつ全部前、前衛倒さないと多分たどり着かないんだろうな、このボスキャラには。あれ、これ最初から言うの？あ、削られ始めた。さすがにこれ上から全員やろう。戦力を逐次投入になってしまう。まあそれでも一瞬で焼いてしまう。回復や？わからん。どこま。一瞬で死ぬしね。
ほんと鍛えないと厳しいな。攻め、ラストです。一体のみ。これで終わりですね。本日のルナの塔は、冒険はここで終わってしまったというわけですね。ガチャもやらないとね。かわいい今井さん、かわいい。これやな。おっさんがない。星が2つか。ね、いくら転んでも欲しいだからな。お、星さん来た。いいですね。そして、お、ルナ。でもルナはもう引いてるんです。なので石に変わります。お尻が最高か。これをまだ忘れてた。おお、勝ちましたね。あ、さすがに戦えない。イベントやりますか。あんた記憶喪失だし大変だろうから、ツインクルサマーゲーム後編ということで。海を見ているとつい竿を垂らしたくなってくるね。ここではどんな魚が釣れるんだろう。男、レイヤーは男だった。これはストーリーよ。まず照れてしまうんだが、男だったのか。スタッフと協議した結果、日没が近いため本日のゲームはここまでとします。こいつは支配人だからな。外見は可愛いんだけどな。惜しくも敗退となったチームの皆様につきましては、どうぞそのままバカンスをお楽しみください。ホテルにお食事をご用意しております。そのままお越しいただいても結構ですので、
どうぞおくつろぎくださいませ。支配人声大だろ。それではまた明日お会いしましょう。なんかキャラと声がなんか合ってないような気がするな。可愛いのに外見。きちんと食事をとってしっかり休んでおこう。ご飯食べられるかな。お腹は確かに減ってるけど、今日はもうベッドに寝転ぶだけでぐっすりできちゃいそう。何か食べておかないとは明日が大変だよ。キズ君はご飯食べられそう。食欲があるのはいいことだ。君も疲れただろう。明日のために体力回復に専念しておいて。誰？任せて。弟くんのコンディションはお姉ちゃんがバッチリ整えちゃうね。お姉さんポジションか。しずる、いつの間に。あなた様、栄養のことなら私にお任せください。栄養、食事に特製の強壮薬を入れて差し上げますわ。なんだっけ、マヤ同会。エリコ様、まさかドーピングコンソメスープを作るつもりでは。元気元気、失格扱いになっちゃわないか。心配だな。ご機嫌だよ。今の話は聞き捨てならないな。金魚線、こちらの敵を優遇されては困る。神戸ローカル。ならばお主も同じものを買ってみればよいではないか。ことが露見せねばよいだけの話じゃ。エリコとやろ。いいね、ハワイアン。分けてやるがよい。ですがこの薬はこの方専用。他の方に投与すると精神が不安定になる副作用を確認しています。なんで副作用、主人公って不安定にならないんだ。そんな恐ろしいものを飲ませようとするんじゃないよ。誰で確認したかは聞かないでおくけど、美月といい、あんたといい、ほどほどにしときな。そこ聞かないんだ。結構大事なとこだと思ったの、うちだけ。なあエリコ、背が伸びる薬を作るのは可能だろう。諦めよう。それで少年や君たちも誘ってみようということでこちらへ来たのだが、迷惑だったかな。そんな、全然迷惑なんかじゃありません。ぜひご一緒させてください。なんか火災目になってる。みんなでいる方がきっと楽しいよね。こんな早口、なんでこんな早口なんだろう。初めましての人が多いし、私ご中佐でもそうだったけど。緊張するすか。心配しなくても自分たちがそばにいるすよ。そうです。友組、いちいちビビってたら立派なギャングになれないですよ。ギャング、あそこの金髪チビみたいに縮こまっててもしょうがないです。おいおい、どっしり構えていくですよ。チビだと祈りだったな。そこまで大口を叩くならばどちらがより多く食べられるか。どちらもチビちゃん。よ、やってやるですよ。行くですよ、お前たち。お、お兄さん。楽しそう。明日のことなんてもう忘れちゃってるんだろうな。マニークさんも、あと毎日が伸びてます。うん、お家中稼いないといいかもしれん。こういうお姉さん欲しいかも。栄養管理してあげる。しれっと連れて行こうとするなよ。動かねえ。ゆいたちも手伝ってくれ。じゃないとこいつ明日になっても話してくれなくなるぞ。ゆいちゃん、レイさん、私たちも誠さんを手伝おう。
表現することを怖がってて、私は変わりたい。でも私だけじゃダメだよね。なんでこんなにセリフは早いんだろう。そうしないと、いつか不安感が、私たちの大切な関係が壊れちゃう気がする。そんなの絶対に嫌。ちゃんとレイちゃんの日和ちゃんに私の思いを伝えないと。日和ちゃん、レイちゃん、二人と少しお話ししたいことがあるんだけど、いいかな。いい。あ、岸くん、私たちも後で行くから、先にしずるさんたちと食べてて。ありがとう岸くん、また後でね。なんだろう。大丈夫だよ、ゆいちゃんたち。お姉ちゃんたちが弟くんのことはちゃんと見ておくから、また後でね。最後は見事なまでに本音が漏れ出ていたな。グラスリップトリオだ。何だろう、何の話をしてんだろう。お、アニメになった。まずはどんな話から始めるんだい。はい、その前に私からいいかな。浮かない顔だな、ひより。ひよりちゃん、今日はごめんなさい。私全然みんなの力になれなくて。ビーチバレーではレイさんに助けてもらったし、ハイアンドローもユイちゃんのおかげだし。私は気にしてないよ。だから気にしないで。それに今日のひよりちゃんはとっても頑張ってたと思う。同感だ。ひより、君はよくやっているよ。ビーチバレーもハイアンドローもみんなで悩んで、みんなで勝ち抜いた。私はそう思ってるよ。私のことじゃなかったの？少なくとも日和が話したい内容とユイが話したいことは別みたいだね。ね、その私たち岸くんと一緒にたくさんの時間を過ごしてきたよね。だから岸くんとはすごく仲良くなれてるって思ってた。だけど今日岸くんがいろんな人たちと一緒にいるのを見て羨ましくなったの。私ももっと仲良くなりたいって。私は今よりももっと素直になって成長して自分の気持ちに正直な私になりたい。岸くんとまっすぐ向き合える自分に、岸くんにちゃんと好きって伝えられる自分に。うん、ゆうはめちゃくちゃ惚れるからな。いつどこで何が起きるかわからないから、自分の気持ちは伝えられるうちに伝えておきたい。いつか、いつか必ず。でも二人に伝えたかったのはそこじゃなくて、私岸くんにだけじゃなくて、日和ちゃんとレイちゃんにも同じようにいたいなって思ってる。どういうこと？二人の岸くんへの気持ち聞いてもいいかな？それはどう言えばいいのか難しいな。日和が言ったように友情、仲間への愛でもあるが、私の中にそれとも違う気持ちがあったから、ビーチバレーで窮地を脱する策を思いついた。お、どういうことだね。私と同じ、いや私以上に彼を思う人たちが対戦相手だったからこそ有効だった。そしてあの考えに至ったきっかけも私の彼への気持ちだ。え、それだけは二人に対して偽れない、偽りたくない私の本心だ。今
今まであまりここまで素直に口にした経験がないから少し恥ずかしくもあるけど、私は彼を大切に思っている。日和は？私も同じだよ。今日だって岸くんといろんなゲームができて楽しかったし、でも今ゆいちゃんレイさんが話してるのはそういうことじゃないんだよね。ひよりちゃんが岸くんのことをどう思ってるのかっていうのはずっと一緒にいるからわかるよ。ずっと一緒にいるからひよりちゃん自身が分かってないところも分かってるつもり。ひよりちゃん、誰かを大切だって好きだって思うのをためらわないで。私はゆいちゃんみたいな好きっていうのがまだよく分からなくて、岸くんと一緒にいるのは楽しいしドキドキする時もあって、でもね、それってすごくいけないことじゃないかなって思うこともあって。それで、そんなことない。その気持ちってすごく素敵なものだし、勇気やきっかけになってくれるから。ゆいちゃん、私も岸くんが大好きだから。優しくて勇気があって頑張り屋さん、そんな岸くんを好きなのが私だけのはずないよ。叶うなら、うん、岸くんに私を好きになってほしい。お、いつか言ったじゃねえか。岸くんに好きになってもらえるような女の子になりたい。それが今の私の目標なの。ひよりちゃんは岸くんに好きになってもらえたら嬉しい？大切に思ってほしい？私は、日和が戸惑う気持ちは私も理解できる。無理に急いで結論を出す必要はない。でも結論が出そうな時、私たちスピードアップしてるじゃないよね。そうだよね、うん、これからは無理に私に遠慮したりしないで、自分の気持ちに素直でいてほしい。それが二人に伝えたかったこと。うん、分かった。やってみる。どうすればいいかはまだ分かんないけど、でも二人のために頑張らないと。私もやってみるよ。でも気がつくとついためらってしまいそうだ。これからは私たちの気持ちに、こういうのをなんて言えばいいんだろう。対等でありたいんだね、ゆいは。いいね、気に入ったよ。優劣もなければ遠慮もなしか。私が二人にお話ししたかったのはこれで全部だよ。改めてこれからもよろしくね。まさかこの大会であんな場面を目にすることができるなんて。先ほどの言葉を撤回しましょう。これはこれで悪くはありませんな。絵に描いたような同じ男性を思う少女たちの清き誓い、町の演劇でも拝めませんよ。尊い、実に尊い。大会の趣旨から外れた楽しみ方にはなりますが、このチームに注目して正解でしたな。たなごたたなごた。勝ち残って残酷な終わりを迎えてほしくもあるが、純粋に彼女たちの愛の行く末を見届けたくもある。いやはや贅沢な悩みを抱えてしまいましたな、我々も。皆様、本日の観覧はここまでとなります。明日のお越しをお待ちしております。支配人、ご苦労だったね。このチームがどういう結果になろうとも今年の円盤は
保存用鑑賞用布教用と購入させていただくよ。いや、イベントは円盤になるのか。素晴らしいものが見られそうですな。ふざけないで。何よ、あんなのガキのおままごとじゃない。あれのどこがいいのよ。え、やはり彼女は。私はどうすれば。なんだ、なんかダメやったのかな。抜いた1チームにも参加していただきます。敗者復活？どのチームが勝ち上がってきたんだ？じゃじゃーん！お姉ちゃん復活！うすくす！あなた様のエリコが地獄の底から蘇ってまいりましたわ。あのまま一生愚痴聞かされるのも地獄だったけど、またゲームに参加するのも地獄って気がする。確かに。先輩と一緒にまたゲームができる。よろしくお願いします、先輩。噛んじゃった。あゆみちゃんたちだ。バレエであんなに手強かったのに、もう一回戦わなきゃいけないなんて。白熱した敗者復活戦、無念の涙を飲んだのはチーム大人のお姉さんズでした。素晴らしい戦いをありがとうございました。大人のお姉さんズ、無念ってほどのもんも別にないけどね。こうして朝から飲めるだけで十分ってもんさ。わらわは無念じゃ、イリアは元の姿に戻る方法を見つけるチャンスが。そのことなんだけどね、楽しそうだし、私もその方法を見つけるのお手伝いしちゃおうかなって。私も陛下に何らかの助力を請うつもりだ。あなたとあなたのギルドには共に陛下をお守りいただいた。その功績に報いるためとしてきっとお認めいただけるだろう。します。第4ゲームはボートレースです。お、協力して船を漕いで会場に設けられたコースを一周し、一番早くゴールを通過したチームが勝者となります。ボートレース、力いっぱい漕ぐよりも息を合わせるのが大事になりそうだね。勝った。チームトゥインクルのユイさん、今実に大事なことをおっしゃいましたね。実は今回のレースに用いる船なのですが、特別な仕組みを導入しておりまして、船を漕ぐ際4人の呼吸を合わせないと全く進みません、どんなゲームが来るかと思ったが、4人私たちに向いているも
してくれたな。だね。みんなでタイミングを合わせていけば大丈夫だよ。日和、今日こそ頑張るぞ。参加チームの皆様は船に乗ってください。スタート地点までは運営の船が牽引いたします。それではただいまより第4ゲームを開始します。よーい、スタート。いくよ、せーの。1、2、3、4。さあ、勢いよく船が進み始めたのはチームトゥインクル。逆境を跳ねのけ続けてきたこのチームが一気に先頭に立つか。さあ、他のチームの様子はどうでしょう。どのチームも船が動き出していますが、あっと、チーム内助の功は一切進んでいません。何やってんだよお前ら、ちゃんと焦げ。私もしずるさんも同じです。どうやらここは己の愛だけを優先すべき状況ではないようですわね。お父さん、お姉ちゃん、今だけシリアスモードで頑張るから、みんな行くよ。せーの。おっと、ようやく息が合い出したチーム内助の子、一気に速度を上げていきます。さて、先頭はどうなっているか。さあみんな、なんかたまっとワイルドに吠えるぜ。よっしゃ、行くぞ。せーの。オタク最強、オタク最強。チームオタクが信じられないスピードで先頭に立っている。オタクのどこにそんな力があるのでしょうか。ない。より調子に乗った時のオタクは喋りも何もかも加速し続けるです。この調子で浜辺で飲んだくれてるボスに私たちの勝ちっぷりを見せつけてやるです。それ本当っすか。自分はよくわかんないっすけど、勝てれば何でもいいっす。見ててください。Simon。
てさっきはあんなに前のめりになっていたのか。いい、いい、日和、君は今昨日のことを気にしすぎている。でも、みんなで楽しく過ごすためにはゲームに勝たないと。じゃなくて、あれ自分の気持ちの大切さ、自分の気持ちだけじゃうまくいかないんだ。そっか、そうなんだ。なんだか心も体もすっきりしてきた。やっぱり今はゆいちゃんとレイさん、それに騎士君のために頑張りたい。それが私の気持ち。その先のことはまだわからないけど。そっか、日和らしいな、その気持ち確かに受け取ったよ。私たちも答えなきゃね。ああ行こう日和、コース取りは任せるよ。遠慮はいらない、全力でついていくから。オッケーお待たせレイさん、ゆいちゃん、より大大大復活だよ。Oh!
華麗なコーナリングを決め、チームライジョのコーンを抜き去った。これはお見事。あいつのチームいつの間に。そっか、コーナーに対して大外からほぼ直線的に侵入してタイムロスをカバーしたのね。まずいわ、このままじゃ。イオリ殿、どうした急に。あいつのチームがどんどん私たちに迫ってきてます。無駄な努力です。私はぶっちぎりで最速だってお兄さんたちに教えてやるですよ。だったら進みが遅くなってるっすよ。無駄口叩く暇があったらちゃんと漕ぐっす。その通りだね、忘れちゃそう。ここに最新情報を公開しよう。なんすか。祭りの体力がもうそろそろ尽きるんです。慣れないバカンスに浮かれまくっていたお腹にもう体力がないんだ。俺のサイドエフェクトがそう言ってる。まつりちゃん、実は私も3人とも調子に乗ってペース配分してなかったっすか。おっと、いつの間にか速度が落ちていたチームオタク、チームトゥインクルに抜き去られてしまう。なんというスピード、これが彼らの愛の力だ。いい調子だ、次のコーナーを曲がればゴールだ。そして私たちが勝者となる。見よ、この訓練で培った私の操船技術、そして我がチームの愛を。チームスイーツだ。中段に位置していたものの最終コーナーを目前にして一気に速度を上げて突っ込んでくる。ここまで優等生的なレース運びを見せてきていたチームが最後にまくってみせるのか。ここでもクールに燃え上がるわよ。あんたたちが相手に加減しないから。こっから先はうちらがてっぺん取らせてもらうんで。時には主君の前に立つのも忍者の務め。信じるんだ。ここまで来たらあとは連携力の勝負になる。岸君、よし、このまま曲がりきっちゃおう。みんなタイミング合わせていくよ。2チームが最終コーナーを曲がりきる。残るはストレートのみだ。インコースを取ったこちらの方が立ち上がりの速さでは勝る。打ちを取られた。キヨリ、このままでは間違いない。レイさん、私ね、急ぐのは大事じゃないって分かったんだ。だからこれで大丈夫。キヨリ、レイちゃん、キヨリちゃんは信じよう。ああ、どうやらそれが正解のようだ。この勝負か。モニカさんが船から吹っ飛んじゃった。モニカさん、体重が軽すぎてコーナリングの時に踏ん張りきれなかったんだわ。スピードだけ勝っててもダメだったんだわ。チームトゥインクル、そのままゴール。
ていなかったのか。本当にギリギリだったね。モニカちゃんたちとすり合ってた時、ドキドキして手が震えてたよ。今なら私どんなチームが相手でも勝てちゃいそう。ごめんね、ゆいちゃん、レイさん。私やっと追いつけた気がする。これで心置きなく残りのバカンスを楽しめそうだ。やはりこのチームが最後に残りましたな。この結果を喜ぶべきか悲しむべきか。どちらにしても私たちの目に狂いはなかったということですね。これはこれで最高の結末を拝めるではありませんか。その通りですな。それにしても今回は魔法での攻撃ときましたか。いつにも増してスリリングでしたね。これはこの後の展開にも期待してよいではありませんか。どうしてこうなるのよ。だいたいあいつら今までは普通に楽しんでたくせに、ガキどもの恋愛なんかにほだされて。観覧車の皆様、今年の大会も終わりが近づいてまいりました。最後の方、しかしこのまま終わりというのも少々足気ないとお思いでは。そこで今年はいつものフィナーレに加え、少々趣向を凝らしたものをご覧に入れましょう。おスタッフ、あれの準備を。あれ、あ、はい、直ちに。お待ちください。本当にあれを使われるのですか。あれを使う、それだけはどうかお考え直しを。黙りなさい。気安く私に指図しないで。この島では私の命令は絶対よ。さっさと準備なさい。かしこまりました。何なのよあの男。まあいいわ、もっと頑張って見せてくれるわよね、チームトゥインクル。じゃあ続きいきましょう。そう言ったはずですが、先ほどのゲームに参加された皆様、誠にお疲れ様でした。ここからはどうぞごゆるりとお過ごしください。勝ち残ったチームトゥインクルの皆様には、ただいまから最終ゲームに挑んでいただきます。今度は最終ゲームだよな。なお最終ゲームはチームメンバー同士で争う個人戦でのリーチフラッグスとなっております。ゴールに立てられている旗を最初に獲得した者だけが今大会の優勝者になるのです。お、チームじゃないんだ。この大会はチームで参加するものですよね。その通りです、ただしエントリーされる前にスタッフがお伝えしているはずです。心の底から競い合っていただくために優勝商品としてその愛にまつわるものが用意されます。確かにそう聞かされてはいたが、心の底からの競い合いとは
なんだろう。ここまで協力してきたチームメンバーとの蹴落とし合い。蹴落とし合いなのか、ビーチフラックスが。あちらのスタート位置へ向かってください。お約束通り、勝者には必ずその愛にまつわるものをお送りしましょう。まあ、この争いでそれが台無しにならなければの話ですが。ワンブンヤンして決めるべ。え？奇遇だね、ヒロ。どういうこと？私もそう思っていたよ。みんな、お互いに力を出し切ろう。そうだそうだ。キシ君も、私たちに遠慮しないで走って。あ、そういうことか。私たちはキシ君にも、そうしてほしいから。こいつら、どうして今までの奴らみたいにいかないのよ。友情破壊ゲーム。これは支配にも一本取られましたな。まさか彼女たちがあそこまでお互いに対して遠慮なしでいられるとは思わなかったでしょうな。すぎす。味わいは来年に期待するとしましょう。しかし支配人が趣向を凝らすとは言っていましたが、何をするつもりなのでしょうか。ミーチフラックスじゃないの。今のところは見当もつきません。見当でこれで合ってんのかな。多分間違ってる。見当は見るに当たるんじゃなかったっけ。ああ、こんなひどいこと考えるなんて、ひょっとしてものすごく悪い人たちなのかな。そうだよ。あの支配人もこの島の人たち全員。よく言うよ。あんた最初から気づいてたんだろ。だから島に着いてすぐ手を抜いて負けてみせて、バカンスだけ味わう気だった。違うかい？それもそれでいいな。なんじゃと？わらわに手を貸していたのではなかったというのか。許さんぞ。よしな。あの子たちみたいに私たちが争うなんてことになってみな。島の形が変わっちま。確かに。それもあって。こいつは手を引いたってわけさ。さすがトワイライトキャラバンのギルドマスターさん、ご明察。説明書の書き方が意地悪なゲームは嫌いなの。そうなんだ、意地悪なんだ。ところで団長さん、これって悪事にならないのかな。難しいな。詐欺の類で拘束すると言いたいところだ。しかしながら、これまでバカンスや商品はきちんと提供しているから、極めて悪趣味な催し物だが、罪にまでは問えない。そっか、周到さからしてずっと同じ手口を使ってきたんだろうね。毎年毎年ひどいことするな。もう信頼し合っていた同胞を最後に切り捨てさせる。しかしあやつたちには通じておらぬようじゃが。まあ最後は個人戦だしな。運営としても一番の誤算だったろうね。でもまあ、もともと騙すような真似するつもりだったんだ。いい気味じゃないか。あの子たちのことだし、このままきっちり競い合っておしまいさ。うん、そうなりそうだね。じゃあ安心して飲んじゃおうっと。あの子たちの健闘を祈って。乾杯。確かに何かあるといけないし、ソフトドリンクで申し訳ないが。確かに。乾杯。まだ油断はできないよな。皆様、さあいよいよスタートラインについていただきありがとうございます。それでは準備はよろしいですか。どうなるんだろう。あれが出てきたらひとたまりもないんだから。見せてもらうわよ、あんたたちの本心を、絶望を。私たちがこんな風に競い合うってきっと初めてだよね。そうだね。せっかくの機会だ。思いっきり全力で楽しんでいこう。オッケー。
全力で行くから、よろしくね。こちらこそ、キズ君もよろしくね。準備はよろしいみたいですね。最終ゲーム、一度きりのビーチフラッグスを始めます。位置について、よーい、スタート。一度きりって今言ったよな。一気に全力で駆け抜ける。さあスタート。加速は劣る。トップスピードをどれだけ維持できるかが勝負。みんな早い。もう出遅れちゃった。さあ始まりました、ビーチフラッグス。日和選手が好スタート。レイ選手も勢いよく飛び出した。サンディング、それでもやめようって気持ちにはならなかったし、諦めようとも思わなかった。後悔してないって言ったら嘘になるけど、今はただ自分の力を出し切りたい。奮闘むなしく、ユイ選手は遅れていく。果たして先頭の2人に食らいつけるのか。この両者まるで突風のようだぞ。あれ、岸君は？岸君、ダメダメ。今は助け合うんじゃなくて競い合ってるんだ。彼もついてこられないか。ならば二人だけの勝負だ、日和。これはみるみる差が開いていく。日和選手とレイ選手、どちらが先に旗を手にするのか。これで終わりじゃないだろうな。遠慮しないぞ。レイさん、あたしだって。お？おお、日和選手さらに加速。レイ選手は食い下がれるか。無情にも二人の差が広がっていく。これはさすがに勝負あったか。どうだろう。なぜだろう。息が上がって考えるのも面倒なくらい疲れているのに、気持ちはとても晴れやかだ。遠慮なく対等に。なんてすがすがしいんだ。もうすぐ旗に手が届く。旗か、より。私がゴールしちゃっていいのかな。おかしいな。躊躇よくない。私全然走るのやめてない。それどころかもっと速く走りたい。そうだよ、対等に全力で戦ってくれたみんなのためにも全力を出し切って勝ちたい。勝たなきゃダメなんだ。それが私の。そろそろスタッフ、あれを出しなさい。さあ来るぞ。それだけはおやめください。そんなことしてもあなたは癒されないはずだ。うるさいわね。いいからさっさと出して、早く。わかりました。さあ何が出てくるのか。ユイは出遅れた。え？魔物？魔物？一体どこから？おっと、ここでなんとコース上に魔物が乱入してしまいました。ダメじゃん。魔物、みんなが危ない。だろうな。さすがにこうなったら救いに行くだろう。捕まえるのに大金払ったんだから、少しは私を楽しませて。
やってしまいなさい。タツノコやっておしまいじゃないな。怖がってる。しかもビーチラックで相当疲れてるからな。ユイはまだ余裕がありそうだ。日和選手、あなたはそのまま仲間を見捨ててゴールしてしまう。それはまだ分からん。間に合った。パーティー。さすがに戻るでしょ、こういうことになったら。いや、心配ない。ユイの魔法で回復できた。もう戦えるよ。キシ君、ナイス。私が走り出してたの、分かってくれてたんだね。ユイちゃん、回復お願い。任せて、すぐに済ませる。こいつら魔物とのラスト勝負。タツノココマンダー。確かこいつが出す波長。思い出した。これはただの音じゃない。号令だ。じゃあ今ので仲間が集まってくる？え？そんなわけないから。こいつを捕まえたのはランドソル近海。こんなところまで追いかけてくるわけないでしょ。支配人。聞こえますか支配人。大変です。何、こっちは今忙しい。おお、魔物が3体も。支配人、やばいです。観覧席の方にあの魔物の群れが襲ってきて。観覧車が。みんな同じなくせに。逃げましょう。このままだと取り囲まれます。確かに。私を助ける気。うん。バカね。そりゃそうだろう。さっさと逃げればいいのに。私なんて仲間でも何でもないんだから。いざとなったら力ずくでも。みんな危ない。お。シャシャリ出てきて、この程度。あんた大したことないのね。あんたもさっきのやつらみたいに、いざとなったらさっさとこいつらを見捨てて逃げ出すんでしょ。自己犠牲も仲間のためが限界に決まってるわ。この光、体の奥から力が湧いてくる。キシ君と一緒に私たちは戦います。私たちは決して誰も見捨てはしない。はわっ。
お。だね。ひより、いくよ。なななな。なになにや。支配人、あなたはここにいて。ひより、私も続くよ。もし動けるなら、他の人たちの避難誘導をお願いします。光のせいよ、みんなに加護を。それはあのお方がいるからですわ。ですです。私の運命の相手を傷つけようとする者は全てぶち壊して差し上げますわ。やっぱり弟くんは弟くんだね。そんな君を守りにお姉ちゃんが来たよ。セイクリッドパニッシュ。お、ポイッシュ使えるんだ。昨日からうっぷん溜まってたんだ。一暴れさせてもらうぜ。うらサマーオルフェンブリッジ。ま、私も先輩をお守りします。先輩ちゃんと言えた。かわいい。あゆあゆたちだけに任せてられねえです。うん、私たちも勝ち込みかけるですよ。うりゃすごい共演だな。一緒に奮戦しているからね。こちらは君たちに預けさせてもらうよ。今ならあやつが近くにおるし、わらわもここで雑魚と戯れるとするかな。世を滑る者の力とくと味わうがよい。行くぞチームスイーツ。総員突撃だ。まずは私が道を切り開く。遅れた分を取り戻す。そんな感じが全然しないんだが。お。今こそ主君はおそばでお守りするです。ピンポン、藤山修理券。クライさんは危ないから下がってて。何かあったら学院の先生方に申し訳が立たないわ。誰に言ってんのよ。そんなんないわ。言っとくけど、うちバイトで世界の敵ボコしたことある。怖っ。黒き世の失敗だ。怖っ。これはもしかして恋が
目覚める？よかった。どうしてスタッフはみんな私を置いて逃げたと思ったのに。君が変わってしまった責任を取りに来たんだ。この変装、思ったよりもうまくいっていたようだね。変装？その目の色、もしかしてあなたなの？目の色だけで気づくとは。覚えていてくれて嬉しいけど複雑だな。なんで？あなたは私を捨てたはずでしょ。愛だの何だの言っていたくせに最後は何も言わずに消えて、消えたと思ったら急に現れて、なんなのよ。今更何を言っても遅いとは思うけど、あの時君の元を離れたのは僕の本意ではなかった。でもそれが君を深く傷つけ、ここまでのことを起こすまでになっていた。怖かった。今更君の前に戻っても拒まれるんじゃないかって。でも他ならぬ君のためになら僕は何をされてもいい。だって僕は今もまだ君を愛しているから。そんな、じゃあこれまで私がしてきたことは、僕も一緒に責任を負うよ。それが僕の君への愛の証明さ。なんと、あなた、しまった。させるか。早く逃げてください。そうだそうだ、さあ、ボス戦です。解消タツノココバンナ。一瞬。お兄ちゃんのためだもん。楽勝ですよ。キシ君、こっちこっち。あ、これ。ヒョリが仲間になるんだ。体を動かせることをどこかこいみしん。夏の海、いっぱい楽しもうね、騎士くん。ヒョリ様は解放されました。デフォルトは星1なんだ。やった。
一応メニューになってる。ああ、問題ないよ、ゆい。多少擦り傷ができたくらいだ。大変、レイちゃん動かないでね。すぐに直してあげるから。あ、いや、そこまで心配するほどじゃないさ。この後の対決の種目が何であれ、大して影響は出ないよ。ことじゃなくて、仲間が怪我したら心配するのは当たり前だよ。うんうん、それにみんな元気に本気で競い合うのが楽しいもんね。確かにその通りだね。なら今度はみんなで向こうの方に行こうか。魔物の気配がまだ残っているようだからね。うん、ハンドモードも出た。魔物が多いね。それにさっきよりも手強そうだ。島を荒らされちゃうと大会が開けなくなっちゃう。早くこの魔物たちにも帰ってもらわないと。まだまだ頑張ってか。あー、 おー、そうだよね。私も頑張らないと。うん、応援です。さあ、ハードのボスは解放された。してハードモード挑戦です。いいですね、順調。
さあハード。何しようかな。お、モドボスに対戦。どうだ相手を必殺あーでも強い成長したなやったそう勝てるか分かるかベリーハードやってみよう厳しいと思うけどなでも負けても再度減らしたり戦えるんじゃなかったっけやっぱりヒリが少ない。あ、やられた。ルナが。強いね、相手。小倉ゆいキャラが二人ともやられたや。あ、二人になってしまった。気がつけば。全然、格段に強いやん。わあ。強い。でもまだ多分再戦できるんだろうな。相手は減った状態で再戦できるんで、倒し、何度かやれば倒すことはできます。もう2体になってしまう。18万になったな。
タムフレーム。規模の大きい大会だね。南の島でのバカンスだからと、のんびりと釣りでもしている状況じゃないようだ。君と釣りをするの楽しみにしてたんだけどね。ということでエンディングいきましょう。大立ち回りですね。参加者が。魔物が引いていく。さっきまであんなに暴れてたのに、どうしたんだろう。あの魔物たち、きっと仲間を助けに来たんだよ。よかった。島も人も無事で。おとなしくしてもらおうかとは言ったものの、先ほどまでと様子が違うというか。いや、君たちのおかげで助かったよ、うん、本当にありがとう。あなたたちはこの島の方ですか。いや、私たちはただの観覧車。そう、でも困ってるみたいだし、団長さんにお話を聞いてもらった方がいいよ。ありがとうございますって団長。まさかナイトメア。おーい団長さん。あ、そうだ、ジュンが団長だった。やけにボロボロな方々は。あ、バレバレです。どうやって維持してきたかと思えば、あれスポンサーだったんだ、視聴者。ここまで大口の出資者たちがいたとは。魔物の剣は自業自得だったな。お受け取りください、優勝賞金です。こんなにたくさん、受け取れないよ。そうだ岸君、これあげる。これだけのことをしでかしておいて、お金で水に流せ。ああ、そういう意味か。それはあの、どうしてこんなことをしてしまったのか聞かせてもらえますか。私はそれなりに裕福な貴族の家に生まれました。それゆえにひどい目に遭ったと今日まで思っていました。彼女にそう思わせてしまった相手が僕だったんです。続きを聞いてもいいですか。かつて私はこの人と深く愛し合っていました。この人となら一生添い遂げてもいい、そう思えるくらい確かな愛を感じていたはずだった、うん、でもある日突然この人が私の元からいなくなって、我が家の財産目当てで私に近づいていたに違いない、裏切られたと思って、うん、愛なんて信じられなくなっていった。君がそう思うのも無理はない。僕は家の事情で
無理やり君と離されてしまったんだ。それがこの大会を始めた理由？ええ、気安く愛を口にする愚かな人たちに試練を課し、絶望する様を楽しむために。愛が裏切られたって思っちゃったから、あれだけのことができちゃったんだ。すごいな、すごい論理の飛躍。この人は私を裏切ってなんてなかった。むしろずっと愛してくれていた。彼女と引き離された僕は家を出て海洋学の研究者になっていたんだ、そんなある日この島の存在を知った。でも会いに行くのが怖くて遠くから見守っていたんだ。ところがつい最近、海で許可なく魔物を捕まえていた連中の話を耳にして、それが彼女の依頼だったと知ったら体が勝手に動いて。こんな私を助けに来てくれたのね。なんて浅はかなの。私は虫がいいのは分かってる。でもやっぱり私にはあなたが必要なの。お願い、もう離さないで。愛してたの、ずっと。僕もだよ。君を愛してる。愛し続けるよ。話すか。君こそ僕から離れるなよ。うわあ。大胆ですね。人前でむつみ合うのは後にしてほしいんだが。愛してる人にあんなに素直に気持ちを伝えられるんだ。さすがにあそこまでは。まだ恥ずかしいよね。さて日和、一応優勝して得たその賞金だが、どう使う？私ね、そのお金でやりたいことがあるんだけど。金をもらうんだ。やったー。それじゃあこのお金お返しします。え、ビーチフラッグスの結果はどうあれ、最後のゲームに残っていたのはあなたたちなのですよ。え、あの、このお金でまた次の大会を開いてください。今度はちゃんとしたのを。叶えたいことがある人たちのために。これこそが真実の愛。見返りを求めない他者への愛情。あなたたちの愛、確かに受け取りました。次の大会はちゃんと安全でチーム戦のみのものを実施いたします。それと私は次の大会までに今まで傷つけた人たちにお詫びをしていくつもりです。僕も一緒に行くよ。君が行くところにはどこまでも一緒に。それが僕の食材であり愛だから。全てが終わったら島を今以上に発展させよう。今度は恋人たちのための愛の島として。ええ、あなた、もう離さないでね。これでこの大会も終わりか。終わりだな。島は荒れ、施設にもダメージが出てしまった。ですがどうやら真実の愛は証明されました。それだけでも価値はありましたよ。あとはすみません、私たちと一緒に壊れた施設を直すの手伝ってくれる人いませんか？ここを直す？でも私たちがひどい目にあったのってその人たちのせいなんでしょう。まあね。それは、それでもお願いします。応急処置だけでもしたいんです。我々は手伝わせてもらおう。あのお菓子が食べられなくなるのは困るからな。ジャンシュも確かにちょっと歌詞とかあるもんね。
マーカちゃん。ヘルプしちゃうぜ。オタクは仲間を見捨てね。しょうがないから手伝ってやるですよ。お兄さんたちは大いに感謝しやがるです。戦ってる時からなんとなくこうなる気はしてたよ。何から始めりゃいいんだい。俺たちも手伝うよ。何をすればいい。バカンスは楽しませてもらったし、ちょっとくらいなら手伝ってもいいかな。おお、皆様ありがとうございます。何さんがありがとうございます。きちんと報酬をお支払いさせていただきます。まあ出資者だからな。制服が済みましたら今後はご自由にこの島をお使いください。お知り合いを連れてきていただいても結構ですので。おお、乗り気じゃなかった人たちまで一気に参加し始めたね。私も少しだけサポートしようかな。今度は子供たちを連れてきてあげたいわね。クロエさんもよかったら一緒にどうかしら。子供？迷惑じゃなければだけど。既婚者だっけ。迷惑とか受ける。いいよ、うちだって連れてきたい連中いるし。あ、こっちがバチボコ迷惑かけそうな気してきた。ふむ、料理あとは任せたぞ。わらわにはしばしの休息が必要でね。そうか。マリアさん、せっかく大きくなってたのにまた小さくなってる。でも私よく知らない人と一緒に作業するなんて。自分がついててあげるっすよ、ヨリネちゃん。ジュウさんもどうすか。いい。団長、キャンプについて調べておこうかな。先輩の頑張る姿を見ていたいけど、それなら近くにいた方がいいですよね。うん、見てるだけにならないよう気をつけます。こりゃあ歩みに細かい作業はさせらんねえな。なあ、何から始めりゃいいんだ。キジ君、手伝ってくれる人たちに何をしたらいいか伝えてあげてくれる？こういった時の差配は彼の本領だね。私たちどんなことをお願いされるのかな。ワクワクするよ。ひよりちゃん、レイちゃん、一つ聞いてもいい？何？いいよ。さっきみんなで走った時ね、結果は負けちゃったけど、すごく気分が良かったの。私もだよ。目指す場所が同じ者同士だったからこそ、互いに全力を出し切れたと思っている。私はゆいちゃんとレイさん、それに岸君とじゃなかったら一番にはなれなかったと思う。私はこれからもあんな風にみんなと過ごしていきたい。だから。なるほど、ユイの聞きたいことはそれか。そうだね、私もそうできたら嬉しい。私もまた二人と並び立ってみたい。レイさん、ユイちゃん、二人がいいなら私もいいよ。じゃあ、あたしたちのやることが決まる前にやり直そっか、ビーチフラッグス。おお、何やら始まるようですぞ。どうもビーチフラッグスで再戦と行くようですね。私に遠慮したりしないで、自分の気持ちに素直でいてほしい。いいシーンでしたね。友情パン。え？あの人たち、今の言葉どこかで聞いたような。確か私が昨日の夜。うわあ、思い出した。
り配信していました。配信？あの時のお三方の表情や目線、実に素晴らしかったです。君たちのおかげで僕も愛を取り戻せたんだ。そうだったんだ。お礼を言わせてくれるかな。あ、怖い。どこ？あ、楽しいか。さっさ、同窓を伝えください。あなた方の愛を彼に証明する時ですよ。特に、ゆいは、そりゃそうだろう。いやー、疲れたね。そう、やっと今からバカンスを楽しめるというのに疲れてしまったのか。二人とも残念だけど、日和はそっとしておいてあげよう。レイさん、仲間外れにしないでよ。ほらほら、イエちゃんもレイさんも立って。お、日和ちゃん、ちょっと日和、
目指して頑張るぞ。騎士くん、ゆいちゃん、レイさん、エンジン組もう。せーの、チームトゥインクルファイター。ちょっとメンバー変えるかな。せっかくなら既存のメンバーいるからこの2人入れとこう。さがまれ、いいな。どうしよう、またこの2人になってしまった。ちょっとユイは出遅れてるな。あ、でも一気に減らしてる。あ、残り1体。さっきよりはでもダメージ与えられたな。ちょっとユイは苦しいか。行ってみよう。やっぱり、あ、ダメか。お、一気に削った、ナイス。また2体になっちゃったや。なんか削れきれない。でも次でいけるだろう。エンジンはたくさん回ってるんだよ。まあ2人は弱いな、これ。となると誰がいいんだろう。ニノン強いと思う。行ってみよう。あ、でもニノンやられてる、すぐ。嘘。もうちょっとな。残り2人になってしまったが。いや、もうちょっと。よし、倒した。危なかった。
戦う前からそれを伝えようと決めていたんだね。そっか、ひよりちゃん、キシ君にお礼を言いたかったんだ。ダメかな。文句なんてあるわけない。私も同じ気持ちだ。ユイもそうだよね。もちろん。じゃあ3人でキシ君を表彰しよっか。優勝おめでとう。緊急事態です。今までとは比べ物にならないほどの力を持つ強力な魔物が出現しました。このままでは大変なことに。お願いします、あなたの力を貸してください。怪しい。え、まだあるんだ。新たに現れた強力な魔物に挑戦することができます。頑張って挑戦してみてください。絶対俺カリンが砂糖粉は3段階に、あ、1回のみなんだ。あれ、キシ君どうしたの。サンキュー。見すぎ、似合ってる。やばいなこれ。でしょでしょ、ほら後ろも見て見て、こことかこことかも。あ、ちょっと待って、なんか顔熱くなってきちゃった。ギルド管理協会です。いろいろもらいます。え、なんだ、ユイのメモリーピースか。取れなかった。ここで手に入れたアイテムで専用装備を作成できるみたいね。アイテムが集まったら早速作ってみましょう。ここから先は新一応倒しとくか。
介です。お疲れ様です。うん、残念。本当はあんたと仲良くしてちゃダメの。それお願いします。この辺も進めないといけないですね。たくさんある。あんた記憶喪失だし大変だろうから、あたしが。まあこれからですね。これだけあるか。さあボスキャラ。村の食糧庫を襲った張本人みたいね。結構やばそうなやつ。村の人たちじゃ対処できないわけだわ。食べ物を目いっぱい詰め込んだペコリーヌ様のバッグに熱い視線を注いでおりますね。ギルド管理協会から正式な依頼が来たほどです。余罪も多数あることでしょう。食糧庫を襲うなんて許されざる悪です。美食とは分け合いこそすれ奪うものではないってことを私が教えてあげます。おまけに私の食べ物まで狙ってるなんて。私的な感情が入りまくってる気がするけど、まあいいわ。さあやっつけるわよ。やばい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 。OK。ほらあんた、今度悪さしたら消し済みにするからね。どうやら深く反省しているようですし、許しを与えることも大切ではないでしょうか。心ちゃん。過酷な砂漠で生きるのも大変なのでしょうから。お腹が空くのはみんな同じですから仕方ないですけど、人のものを奪うのはダメですよ。心に刻んでくださいね。私のお菓子をすべて平らげた口でよく言うわ。これ見て、一件落着です。これ12エリアクリアということですね。次はドロテアシッチとなります。特定の条件を達成すると
習がもらえますよ。頑張りましょう。ひとつここまでということで、あんたあんまり気やすく話しかけない。どうしたの？そんなにこちらをじっと見て。少し照れてしまうんだが、君に下心なんてものがないのは分かっているけど、肩に砂がついてる？君ってやつは。ということで、トゥインクルサマーゲーム夏海きらめく3つの思い黒板か、イベント終わりました。次回からメインクエストを進めるか、キャラをのストーリーを掘り下げていくか、メインストーリーを進めていってもいいですね。やっていきたいと思います。次回お楽しみに、よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。